私日本で働くよ。それでさ、みんなにもっと美味しいご飯を食べさせたいの。日本は確かに先進国だけど、いい話を聞かないわよ。月収はどんどん下がって会社の奴隷同然だって。大丈夫だよ、そんな会社ばかりじゃないはずだよ。心配しないで。私はヒロミ。ヒロミっていうのは日本で使っている名前であり、私のハンドルネーム。もともと日本に憧れていて、いつか日本で働いて家族に楽をさせたい、そう思っていたんだ。だから地元のベトナムを離れて、私は外国人技能実習生として日本に滞在し、一生懸命働いた。これだけ？これじゃあ借金も返せないし、実家にお金も送れない。だけど最初から私は奴隷だったんだ。ヒロヒロ探偵団。失踪、その言葉が頭をよぎる。日本人は今も根性、気合、やる気を唱えているし、会社の理念にしているところもある。ベトナム出身の私としては、その言葉は美化されているとしか思えない。奴隷の三原則だとすら思う。だってこの会社の日本人社員はみんな自分のために働いていない、会社のために生きているロボットのようだったから。そして私はそんな日本人の間ではただのアマちゃんだったのかもしれない。でも耐えられなかった。もうダメ、お風呂に入る元気もない。この会社には定時退社という概念がない。毎日朝の8時から23時まで働かされ、休憩も1時間半しか与えられない。家に帰ってくるのは毎日0時を回った頃。いや大変、遅刻しちゃう、早く支度しないと。しっかり睡眠をとりたいのに、月の休みはほんの1日か2日だ。それでも別に家族を楽にしてあげられるなら私はそれでもよかった。ベトナムの賃金は安いから、あっちで働いていても大して稼げなかっただろうしね。でも私のやる気をことごとく蝕んだのはその給料だった。23万円の給与保証します。こっちで働くよりもずっといいでしょ。わあ、そんなに？それなら毎月何万円かを実家に送れる。ではこちらの会社にしましょうか。連絡しておきますね。ありがとうございます。毎月確実に23万円の給与がもらえるというのはとても魅力的だった。だけど私が考えなしだっただろうか。どうして20万しかもらえないんですか？給与明細を見てごらん。給与と手取りは違うんだよ、わかる？でもこんなに引かれるなんて。みんな払ってるものだからね。そんな。驚いたのはこれだけじゃない。どうしてこんなに高いの？物価おかしいよ。家賃や光熱費は自分が思っていたよりもはるかに高かった。だから結局いろいろ払って自分の手元に残るのはたったの5万円だけ。この5万円を全て送金してもいいんだけど。こんなに手数料かかるんですか？ええ、申し訳ありませんが。わかりました、じゃあこれでお願いします。ありがとうございます。ではお手続きをさせていただきます。手数料のために仕事をするなんてバカみたい。こんなんじゃいつまで経っても借金返せないよ。私が抱えている借金、それは日本に来るまでにかかった渡航費用や紹介料などによってできたものだ。借金までして日本に来たのに、実家にお金を送るどころかまともに生活もできない。休みも月に1日から2日、給料ももろもろ引くと手元には5万しか残らない。さらには実家に送金するたびに5000円も手数料がかかる。日本になんて来なければよかった。あんなにも希望に満ち溢れていたのに、今はもう後悔しかない。でものこのことベトナムに戻ったとしても借金返済の手立てがない。日本に行っても返済もできないし、まともに休みがないから死んでしまうかもしれない。ベトナムにも帰れない。日本にいたら自分がどうなってしまうかわからない。だから私は決意したんだ。死ぬくらいなら不法滞在者になった方がマシ。私は不法滞在をしてでも日本で稼がなくちゃ。せめて借金の返済が終わるまで。こうして私は遁走した。日本の社会問題になっている外国人技能実習生の失踪の一部になったのだ。じゃあよろしくね。はい、こちらこそ。ジョンは分かってるから頑張ろうね。私はその後ネットを駆使して中国人男性と出会った。この中国人男性はチャイナエステの経営者。彼は私が失踪した外国人技能実習生だと知っても何も言わなかった。そしてとても親切だった。お客様来たよ、頑張って。はい。この仕事は今までの環境とは大きく違ってとても健全だった。最初は待機の時間が多かったけど、それでも一人相手すれば4000円は手に入る。続けているうちにどんどん指名が入って、いつの間にか月に30万円から40万円は稼げるようになっていた。休みもしっかり取れるし、実家にも送金できる。借金の返済も滞りなく行えている。でも私は結局逃亡者だから、普通の銀行を使ってしまうと警察に捕まってしまうリスクが非常に高いのだ。だから店長に紹介された地下銀行を使っている。社長さん、こんにちは。今月の送金お願いしたいのですが。こんにちは、もちろんいいですよ。いくら送金する？地下銀行というのは日本の金融当局には認められていない送金方法だ。店長に紹介されていったけれど、逮捕されないために一元さんお断りらしい。だから紹介がなければ私は送金する手段を失っていたことになる。店長さん、本当にここが銀行？そうだよ、バレないようにしなきゃならないからね。場所は新宿区某所の雑居ビルの中。銀行という言葉にはふさわしくない場所だ。お金持ってきました。うん、
ぴったりあるね。じゃあしっかり送金するから安心して。ありがとうございます。社長さんがいなかったら私どうなるかわからなかったから。君の感謝は何度も聞いているからわかっているよ。何か困ったら来てね。はい、また来月来ます。違法なことをしているというのはわかっている。自分が逃亡者であり、地下銀行という法律に反したものを使っているから、きっといつか捕まるんじゃないかとも思っている。でも日本の技能実習生制度という名の奴隷制度こそがその種をまいているんじゃないかとも思うんだ。私たちのような逃亡した人間だけを責めるのはおかしい。だって地下銀行はリスクがあるのに銀行のような高額な手数料を求めてこないから。技能実習生制度を日本に迎え入れるのなら、闘争が社会問題になっているのなら、まず体制を立て直すべきだと私は思っている。そして逮捕されるその日まで、私はこの地下銀行を借りて実家に送金し、借金を返し続ける。捕まるのは借金を返済し終わってからがいい。